はい、どうも池江です。今日は岐阜に来ております。6月22日ルナシー 35th アニバーサリープアー2024エラトゥーエラの岐阜公演です。中田川国際会議場メインホールでの公演ですね。ついにエラトゥーエラ僕の中での初日がやってまいりました。いや今日はねマジで全然気合が入ってないんですよね。すっげーふぬけてる状態なんで、まずいなと思いつつも、まあ一応いつもの格好はしてるんで、まあいつも通り準備はできてるんで、あとはもう会場着くまでの間にあと1時間ぐらい多分かかるんですけど、それまでにちょっと心を切り替えていきたいなと思います。で、今日はちゃんとこちら持ってきました。スレイブ限定のルナギフト、スレイブで今回のエラトゥエラに来るとなんかスタンプカードがもらえるっぽいんで、それをやっていきたいと思います。まあまだ名前も何も書いてないんですけど、まあ、これやっていきたいと思います。で、多分本来だったらここからバスで普通の人は行くと思うんですけど、僕はバスの乗り方わかんないんで徒歩ります。調べたら1時間ぐらいで行けるんで、まあ1時間ぐらいだったらいいだろうということで、岐阜駅からなかなか国際会議場まで通っていきたいと思います。で、まあ、結構距離があるんでね、なかなか黒服さんというかスレイブというか、今回の行くであろう人はなかなかちょっと見当たらないんですけど、さっきちらっとねバス並んでる人の中で10人ぐらい黒服並んでたんで、あれは多分まあ今日のライブ行く人だろうなっていうのはあったんですけど、いたんですけど、まあそれぐらいですね。まあそんな感じで今日は会場まで向かっていきたいと思います。では GO。 はい、ただいま岐阜駅から会場に向かって歩いております。まあ、普段岐阜駅というか岐阜自体あんまり来ることそうそうないんですけど、まあ、とりあえず、なんか黒服の人が結構いる、スレーブかなって考えちゃうけど、まあまあまあ、いや、はい。なるべく人通りが少ないところを通ろうかなと。まあ、ドア取れないんでね、まあ、取れなくはないけど、モザイクかけたりとかめんどくさいし、いちいち気づかんのめんどくさいんで、まあ、ちょっと車の音がうるさいんで、ちょっとね、まあ、声聞きにくいかもしれないですけど、これで撮っていきます。で、まあ、さっきも言った通り普段岐阜はあんまりてかほとんど来ないですけど、やっぱ来るときって大体ライブなんですよね。あ、前方に黒服が、しかもっぽいな、なんかで多分岐阜駅周辺の例えば岐阜のライブ会場は多分ねざっと計算して5回から10回ぐらい、10回は絶対ないんですけど、まあ、5回ちょっとぐらい来たことあるんですよ。でパッと今覚えてるので言うと柳瀬アンツっていうところがあるんですけど、まあ、ここから多分歩いていくと途中で近くを通るはずなんですけど、そこは多分2回か3回は行ったことあるんですよね。全部デイジーストリッパーのライブなんですけど、確か47都道府県ライブの時とその後の、10周年のツアーの時だったんじゃないかな。まあその2回プラスなんかもう1回ぐらいデイジーストリッパーで行ったはずくらいの感じですね。で、あとは、もう多分通り過ぎちゃってるか、この辺で右に曲がっていけばこの辺にあったかもぐらいなんですけど、岐阜クラブ G っていうライブハウスがあって、そこも 1,2 回は多分行ったことあるんですよ。1回は間違いなくて、ナイトメアのライブで、何だったかな、アウェイクニングが出た時のツアー、休止入るちょっと前のライブの時に行って、それとあとなんかもう一回行ったかなぐらいの感じですね。で、あとパッと思い出せないけど、もうあと何か所か多分行ってるはずなんで、多分5回以上は岐阜にライブ行ったことあるはずです。
確証はないです。まあそんな感じで、なかなかね岐阜本当に来る機会がないんですけど、今日はかなり久しぶりの岐阜のライブ、しかも今日は初の長良川国際展示場メインホール。結構ここの会場名前は見たことあったんですよね。確かリサとか、まあ、その他もろもろいろんなライブでやってるのは知ってたんですけど、はっきりした場所分かんなかったし、まあいっかみたいな感じでずっと行ってこなかったんですけど、まあ、今日はねルナシーのライブなんで、初の長良川国際会場行っていきたいと思います。というわけで行こう。はい、今まだ向かってる最中なんですけど、まだ半分ぐらいまで来てないんですよね。でなんか市役所かなんかかな、なんかそれっぽい建物のとこに来たんですけど、いやまあ僕がルナシーのライブに行くということなんで、まあ当然っちゃ当然雨降りますよね。雨男のルナシーに雨男の俺が組み合わさったらそれは雨降るわ。もう家出る時点でねちょっと日が出てなかったんですよ。暑さがだいぶ和らいでたんで、あちょうどいいなって思いつつも、んって思ってたら、まあ、やっぱ降りましたね。帰る頃には止んでてほしいな。まあ、今パラパラなんで今はまだ大丈夫なんですけど、まだ多分ここから、まあ、普通に歩いて30分ぐらいで、多分俺今かなりだらだら歩いてるんで 40、50 分ぐらいかかると思うんですよ。で今5時ちょい過ぎなんで、結構実はギリギリ開演が6時なんで、ちょっと急ぎ目に行こうと思います。ではまた会場で。はい、会場近くの長良川着きました。なんかパターゴルフ場みたいなのがある。次あれ何も関われてないし、なんか受付みたいなのないから、あれ勝手にできるのかな、すごいな。で多分会場はあれですね、あそこの円形ドームみたいな、多分あそこだと思う。歩いていくとまだまだ結構遠いですね。はい、というわけで向かっていきます。多分着いた。いや時間かかった。岐阜駅から、まあ、1時間くらいっていうのを Google マップで見てたんですけど、俺だらだら歩いてきてるんで1時間20分ぐらい、まあ、1時間30分近いくらいかかりましたね。だらだら歩きすぎた。で、岐阜駅出発したのが4時20分ぐらいだったんで、結構ギリギリ、もう今50分ぐらいになっちゃってるんで、5時50分ぐらい、あと10分ぐらいで会場じゃなくて開演します。よかった間に合った。とりあえず走ったりとかせずに普通になんとか間に合いました。というわけで今日のライブ楽しんでいきます。まあ多少なりともね家いる時よりは気持ち切り替わったんで、まあなんとかなるべ。というわけで行ってみます。